このラジオからシャウトしたことをお願いいたします。いやー、1年に1回 JP ですね、ここから見てる景色、今日も最後楽しませてもらって、秋の夜長に読書よりも秋の夜長に JP ズで UMP だから、楽しんで、カメも楽しんでるから。続いて高校のバンビ、2016から名古屋予選始まってるから、初代のチャンピオンは投資もあるし、リスペクト込めてるから俺は今日やるし、みんな見逃さないように楽しむしかないし、あとはやるぜ。それでは行きましょう、ベスト8、最後の試合です。高校のラジオ、高校赤コーナーバンビ、 DJ ジローマのレディーファイト。俺もそう送るぜ、トシマックスにビッグアップ、まるでキープオンラーニング、今日も走り続ける、ビートの上キック、スネアハイハット、つまりしがらみがない場所、そこに乗り込んでくフロー、熱々、まるで鉄板の上の生姜焼き、しょうがないじゃなく自ら仕掛け。確かにナジオンとトシマムシ、地元は一緒かもしれないけど、レペゼンしてるのはどこ、俺たち JCB なんだよ。いや、なのになんか人の仲間の口に薬出しちゃうしって迷ってるふり、あれその仕草、まるで古畑任三郎みたい。ごめんな俺、昔から退屈な時顎に手当てる癖がついてちまった。お前のファッション説退屈だよ、トシマムシ、お前こそ名前に頼ってるの、お前の方、俺のプロ、今日も熱々揚げたてのコロッケ、モノマネはなし。あれー、なんか退屈な時顎に手かけてるとか言ってたけど、控え室でずっとかけてんじゃん。嘘はつくのは良くないな、いい子はおなぶり、このままお分かりよ、君はおなまり、このまま僕ちゃん、俺が可愛がってあげるよ、君の将来。終了、明日は全然日本です。それでは判定いきましょう。先攻、青コーナー、ナジオン。後攻、赤コーナー、バンビ。まずはナジオン、バイジンレディージャッジ。青、勝者、ナジオン。判定4点半周。